ほんとこの動きすごすぎるねー。いやー、ドミニオンなかなか面白かったぜ。マリサ早速見たんだ。おお、コミカルで笑えたし、シリアスさや深みがありそうな部分もちらほら入ってて興味深かったぜ。確かにね。なんか見てたのか？いやー、前回ドミニオンで少し触れてから、ブラックマジックマリオ666を見返したくなっちゃって、あのターミネーター的なアンドロイドに、ブレードランナーのような雰囲気を持った作品だったな。マリサ知ってるねー。白馬サムネ先生の最初の作品であり、自らも監督として携わった作品でもあって、そう言ってたな。ストーリーはシンプルで短めな OVA。テンポがよく結構細かくこだわられた設定に作画の高さ、ガンアクション要素も強くかなり激しい描写もあったし、メカニック部分のこだわりも高くかなりかっこよかったし、ターミネーターみたいなアンドロイドとの戦いがすごく激しく、その戦闘シーンの動きがめちゃくちゃすごくて、まさに神がかった作画ってとこあったよ。確かにめちゃくちゃ飛び回るしトリッキーな動きとか、キレッキレな感じあったな。破壊や爆発もダイナミック感があり見応えがあったしね。そこは映像作品の醍醐味でもあるしな。それじゃ今回は輸送中に暴走した戦闘用アンドロイドの回収をめぐる、特殊部隊との戦いや激しい逃亡劇を描いた作品、ブラックマジックマリオ666を紹介するよ。おお、よろしく頼むぜ。未来の地球？が舞台、街は高層ビルが立ち並び、なんとなく未来的な雰囲気のあるちょっと変わった見た目、街中はちょっとごちゃごちゃ感があり迷路のような雰囲気も、街中は上下に立体感があって細かく入り組んでるっぽかったな。最初に入った電車の音も印象的だったね。電車は出てこなかったけどあの音は耳に残ったな。その都市の周りには森林地帯が広がり丘のようになってるっぽく、あたりに山も広がりハイキングの人もいて自然と共生してる感じ、環境が良さそうだったな。車両やバイクなんかは一般的な形で、使われてる武器類も一部を除いて実在するものが使われてるけど、戦闘機というかヘリというか航空機はかなり独特で未来的、垂直浮上ができ、上空待機も可能で横移動や旋回もでき、軍のものには小型の飛空艇も搭載され、鳥を模した形状で稼働する翼っぽい動きも印象的、個人で所有してたり、警察でも導入されてたりと、結構小回りが利き機動性が高そうで、こだわられてる部分って感じがしたし、個人のやつには前方にプロペラもついてたな。ストーリーのメインとなるアンドロイドは人型で、高い思考能力や運動性能、攻撃性能などが備わってて、走行も固く戦闘においての無双っぷりが際立ち、開発者の博士は二足歩行の人型アンドロイドの研究者のようで、自宅にはメイド用の人型アンドロイドもいて、若干たどたどしい動きはあるもののしっかりとした動きができる感じ、足もよりちゃんとした動きっぽかったな。足もって、ただコミュニケーション能力はないようでプログラムがベースで行動原理が決まり、多分命令の理解能力や思考能力が高いって雰囲気、他国の戦闘用ロボットは6本足って話もあり、世間一般には二足歩行の人型アンドロイドはほぼ馴染みがないものと考えられ、主人公が人と思って助けようとしたしな。多分結構先の未来のような比較的近未来的な世界観って感じがしたよ。どういうことだぜ？ほらシングラリティもあるし、自立思考の人型アンドロイドや、垂直浮上などの機能ってそう遠くない未来に実現できそうなとこもあるじゃない？なんかややこしい話なのぜ。ストーリーは嵐の中飛ぶ軍の飛行機に突然爆発が起こり、救援を呼ぼうとするも相方に無線のマイクを引きちぎられそのまま墜落、工作員っぽさを匂わす描写だったな。その残骸の中に M666 と書かれた重厚そうな二つの箱が、舞台は都市部に変わり、マンションの一室ではシャワーを浴びてた主人公が、アラームの音を聞き裸で飛び出てパソコンの前へ、いきなり捨て、すごい演出だったな。どうやら軍の無線を傍受したようでこの事故のことを知り、軍の極秘の研究に関わると慌ててカメラなど機材の準備をして慌てて飛び出すものの、慌てすぎて裸のことを忘れ服を取りサイド出ていく始末。持っただけで出てくのは裸だったしな。現場には軍の飛行機が送られ、有能そうな指揮官と共に特殊部隊が到着し、現場にいた隊員からの報告と現場検証が行われ、空いている箱を見て専門家が呼ばれ、実験配備途中だった M66 対人自動歩兵と呼ばれる兵器が動き出したことを驚き、作戦行動中で誰か特定の人物を狙っているとのこと。やばそうな状況だな。目標プログラムはされてないはずだと隊長が聞くと、プログラムがなければ行動範囲内の全てをほじくり返さないと発見できないほど、徹底的に
隠れ続けるから運がいい方だと。運がいいのか？そこで66の行動範囲を加味して周辺の重要人物を退去させるよう指示し、その状況を森の中でカメラに抑えながら見送る主人公。相棒から行かれてると言われ置いていこうとし、場所を移し隊長と研究者の話をカメラに抑えながら登頂。相棒がヤバすぎると訴えるけど、降りてもいいけどその足でフィルムを届けろと車の中で問答。特ダネを追う主人公とリスクに怯える相棒って感じだったな。その後軍の小型機が森林地帯にある博士の自宅を訪ね、建物の一部を破壊しながらそこにいた孫娘に呼ぶように伝え、彼女は軍に連絡し文句を言って直すように伝えた後、地下の研究室にいる祖父を呼びに行き、緊急事態とはいえめちゃくちゃだな。脆すぎるってとこもあったね。研究に没頭する彼は爆発を起こし失敗を嘆いてて、何回に書いたような博士みたいだったぜ。軍の人間から呼び出しと伝えると文句を言いながら小型機に向かい、彼女も出かけるから鍵を持って行ってと。聞いてなさそうだったな。一方森林地帯には登山をしてる二人組がいて、何かを感じ警戒すると何者かにやられた大きな熊が現れ、慌てて逃げ出すものの何者かにやられてしまった模様。ひっそり忍び寄る恐ろしい演出だったのぜ。その後隊長が予測地点の部隊に合流して状況確認と登山者の情報を入手し、そこに博士たちも現れ隊長に詰め寄り、その現場をカメラに抑える主人公。相棒が小話をしてると特殊部隊に見つかり捕らえられ拘束されることに。なかなかやり手の部隊だぜ。森の中ではカムフラージュした隊員が潜み警戒をしてるものの、背後を取られレーザーで瞬殺。プレデターみたいだぜ。相変わらず博士が隊長に詰め寄ってると2名の生命反応が消えたと連絡が、すかさず警戒体制が敷かれることとなり、炙り出しの派手な攻撃で接触し、体制を整えるため交代を始めたものの、コンビネーションを取りながら縦横無尽に動き回る2体の66には歯が立たず、動きが半端なかったしな。1体が部隊の前に現れありえない動きやその装甲の硬さで兵士たちを翻弄し、隊長はこの機体はおとりだと気づき、もう1体に警戒しながら冷静な対応を呼びかけ、なかなか捕まえられないことに苛立ちを募らせる博士と、その行動を分析し驚く研究者。なかなか鋭い隊長なのぜ。戦闘に巻き込まれた主人公たちが拘束される車両が倒れ、その混乱の中見張りの兵士を倒して逃げようとするけど、さすが精鋭だけあり動じることはなく、そこに現れた兵士に見張りの交代を頼み前線に向かうも、彼はやられ瀕死の状態で歩いてきただけだったみたい。地味に怖いやつだったな。うまいこと隙ができ逃げようとするも伸びてる相棒。まあ極限的な状態でもあるしな。隊員たちは追い詰めようと攻撃を続けるもその動きに圧倒され、アンドロイドを弾き返す特殊兵器を使いなんとか一体を取り押さえたものの、強力な自爆攻撃を繰り出した上に、有害なガスを吹き出すほど、ただではやられない恐ろしい性能だぜ。もう一体は相変わらず抵抗を続けその動きに歯が立たず、そのままどこかへ逃げ去ってしまい、博士は66のテストプログラムのターゲットには孫娘が登録されてると、隊長に助けてくれと懇願してそれを引き受け捜索を指示し、軍は事故による暴走とともに北からの工作の線も疑ってて、冒頭に怪しい描写もあったしな。ただそれは自白剤を使った証言で白になってるみたいだよ。けど特殊な訓練を受けてれば欺けるかもだぜ。その可能性もあるけど極秘事項だったから無線を止めた可能性もあるしね。沼りそうな話題だぜ。主人公は動けない相棒を引きずり車に乗せてなんとか逃げ延び、軍はその場から撤退。街では孫娘がちょっとファンキーな友人たちと一緒にいて、ファンキーって、ほらサイバーパンク的な未来感なのか客も柄が悪そうだったし、友達の顔は多かったしね。まあそうだったけどだぜ。主人公は見覚えのある博士の情報をたどり彼の家に忍び込むことを決め、相棒に現場を映したテープをタクシーニュースで流すように伝え、真実を追い求めるジャーナリスト根性だな。けどそこで孫娘の居場所を知ってしまった彼女は助けられるのは自分しかいないと、ジャーナリストの特ダネ根性を捨て彼女を助けるために動き、リスクを犯しながら彼女の元に向かい、同じくその情報を彼女より先に手に入れた66が孫娘を追い、特殊部隊も街に包囲網を敷きながら孫娘の捜索と66の捕獲に動き、激しく危険な追いかけっこが繰り広げられる感じだよ。ギリギリな展開が多くてハラハラドキドキだったのぜ。内容はストレートでほぼ変な寄り道もなく、気象点結がしっかりとしたシンプルでわかりやすい流れになってて、OVA の限られた尺の中無駄なくしっかり見せてるのが特徴。激しい戦闘に破壊や爆発などダイナミックな演出をふんだんに取り入れながら焦点はずれず、ひねりは少ないけど明確な流れで迷子になりにくい作品。見出したら止まらずわかりやすい内容だったのぜ。
マリサに優しい作品だったね。なんだと？このアンドロイドは軍の正式名称だとマリオ66らしいけど、博士や部隊内では66と略称で呼ばれ、開発中の名称として F6402 号って名前が付けられてたところが、なんかすごいこだわりを感じたし、銃器みたいに色々言い換えられてるっぽいな。特殊部隊は隊長を筆頭にかなり有能で、無駄な動きが少なく組織的かつ適切な対応を行い、ただ無駄に発砲や乱射をするわけではなく、銃の使い方や姿勢もかなりリアルっぽく再現され、破壊ではなく捕獲を第一目標に動いていることもあり、それ相応の攻撃が中心に行われ、隊長の勘の鋭さや的確な指示もあるものの、そんな精鋭たちが束になってかかって目線を強いられ、かなり無双され大きな被害を出すとことか66の能力が強調されてる部分でもあったし、あの動きは半端なかったしな。ゲリラ戦で裏を取り葬る姿に、銃弾の効力が薄い強装甲で特殊な兵器も対処し、無機質で無表情に迫ってくる、そのじわじわと詰め寄ってくる姿には恐怖感を覚えるし、ああいう演出は違った怖さがあるよな。その姿はプレデターのゲリラ戦や、ターミネーターのそれを思わせるような行動でもあったね。時期も近かったしそのあたりは確かに被るとこあったな。まあその強性能で任務に忠実、そして危険性も高い対人自動歩兵が主軸に書かれる作品だけど、その世界観を彩るキャラたちもまた短い尺の中で個性的に描かれてて、流れるようなストーリーでいい動きしてたしな。まずは特ダネを取ることに執念を燃やすフリーの女性ジャーナリストシーベル、都市部のマンション住まいで常に無線の傍受をしてるっぽく、連絡が入るとアラームで知らされどんな状況でも対応できるようにしてるらしく、最初の登場は刺激的だったしな。有力な情報が入るとすぐに飛び出し、危険を顧みず現場に赴き捕まろうともネタを重視し、軍隊にも不意打ちで襲いかかりなんとか逃げようとしたり、情報を得るためには不法侵入さえも辞さない、強いジャーナリスト根性を持った人物。昨今そういった人物の希少価値が高いけどちょっとやりすぎなのぜ。相棒からは仕事と結婚して楽しいかと言われるくらいで、何度か離婚を繰り返してるみたい。結婚生活がうまくいかなそうだしな。ただ命を狙われる孫娘の所在を自分だけが知ってしまうと、仕事は二の次で救出に注力し、持ち前の行動力を活かし以外と身体能力も高く、銃の扱いや爆弾の起動方法なども知ってて、その手の経験も持ち合わせてる雰囲気、危険を伴う仕事だからかもな。心が強そうで凛とした女性って印象だったよ。判断力の高さとかもあったしな。次は寝た星さにシーベルの車で寝泊まりし、行動を共にする頼りない相棒リチャード・リーキー。そういった行動をしてる割にヤバい仕事だと文句を言い、リスクを避ける傾向が、奥さんがいるみたいだしな。なんだかんだ付き従うけど口数が多く不用意で、肝心な時に腰を抜かし動けなくなったりとお荷物的なとこもあり、テープを届ける使命は果たしたけど手柄を横取りしようとして、停滞しっぺ返しを食らってたよ。大恥かかされてたな。次はテストプログラムのせいで66に狙われることになっちゃった博士の孫娘フェリス。無邪気で天真爛漫、優しそうで可愛らしい女性、ちょっとファンキーな友人たちと過ごしミーハーな雰囲気も感じられ、話し方がちょっと浮いてた感があったな。祖父の研究から人型アンドロイドには馴染みが深く、標的になってることを知らず街で66を見つけた時嬉しそうに大声で呼んだほど、まずなぜそこにいるのか疑問を持ちそうだけどな。わけがわからずシーベルに助けられ疑い慌てたけど状況を理解し、あらごとには慣れてなくたじろいだり気絶したりとシーベルを頼りにし、そりゃ普通そうだぜ。言いたいことははっきり言って気の強そうなとこもあったよ。軍にたびたび文句を言ってるみたいだしな。次はフェリスの祖父で66の開発者ドクターマシュー。二足歩行のアンドロイドの研究に勤しみ、失敗してうまくいかないことや軍に研究の邪魔をされることに苛立ちを覚える姿も、家も研究費も全部軍が出してるらしいのにな。それとこれとは話は別みたいだね。プログラムを入れたまま運んだことを隊長に抗議し、なかなか捕獲できない軍に対して苛立ちをあらわにするなど、怒りっぽい感じのキャラ、かなり無茶苦茶なこと言ってたな。二足歩行とその制御って本を出してて結構著名な人物、開発した人型アンドロイドに対しては特に深い思い入れなどはないっぽく、あくまで研究の成果の製品であり開発の余地があるとも考えてる感じ。反面孫娘のフェリスのことは溺愛しており、標的にされてるフェリスを助けるため泣きながら隊長に保護を懇願したほど、好きすぎて彼女の情報を使っちゃったっぽいな。唯一関西弁を使うキャラで個性が強めな感じ。アップルシードでもマッドサイエンティストとして登場してるよ。名物キャラっぽいやつだな。
次はマシューの同僚の研究者ドクタースレイド、専門家として軍に同行してて、共同開発をしたと思われ66の性能や能力をよく知ってて、墜落先にそのままにされてる箱や足跡を残すことに驚き、戦闘中の行動を分析しながら感心したりとまさしく研究者っぽい人物。彼もアップルシードに登場したけど敵役だったよ。彼もまたマシューにどやされ叩かれたりしてたな。次は墜落現場の調査と66の捕獲にやってきた特殊部隊の隊長アーサー少佐。中年で落ち着いた風貌のできる男っぽい指揮官。戦闘中でも冷静沈着で命令は短くスマートで適切。二体が連携で動き姿を現したのは陽動と気づき注意を促すなど、混乱する現場の状況を把握してる雰囲気。できる男ってオーラがあったな。スレイドから66の予想行動範囲を聞き周辺地域の重要人物の保護を指示し、マシューの孫娘が標的だから助けてほしいという訴えに関して、墜落や戦闘の衝撃で変わってないかと確認をした上で手配を行い、同時に別の可能性も視野に入れるなど、迅速な行動を取りながらも慎重な対応も怠らず、視野が広そうだったぜ。威風堂々として自分の指揮に自信を持ってる雰囲気だったけど、66との戦闘では多くの犠牲を出してしまい、部下たちに詫びる気持ちや衰えたととろしてるとこもあったよ。まあ敵が手強すぎたしな。次は少佐の部下で右腕的存在リコー。黒人の特殊部隊分隊長で事故現場調査の先行部隊や、66との接触時森の中で炙り出しを行うなどの活動をしてたよ。切り込み隊長っぽい感じだな。次も少佐の部下で右目に眼帯をしてる特殊部隊分隊長ロジャー。66が路上に姿を現した時隊員たちと共に激しい戦いを繰り広げ、都市部での孫娘の保護では外部支援で活躍したよ。豪快っぽい雰囲気があったな。次も少佐の部下で高一点の特殊部隊分隊長中村、都市部の地上捕獲部隊長としてフェリスとシーベルの避難をフォローし、先回りで多くのトラップを仕掛け66に対しての足止めなどで活躍してたよ。それでも気休め程度にしかならない化け物性能だったな。そして中村の部下でフェリスとシーベルの誘導をしたパコ、シーベルの行動を報道関係者としては間違ってるけど尊敬すると気さくな雰囲気で、追い詰められたエレベータでは逃げ道を作り、盾になりながら仲間の補助のワイヤートラップで66を追い詰めるも、突如再起動して突破されてしまい、ギリギリのところでシーベルたちのエレベータに武器を蹴り入れるなど、いい動きのキャラだったよ。ナイスサポートだったのぜ。シンプルで比較的短めの尺でもありほぼこのメンバーで話が進んでいくよ。あとメインとなる66だな。そしてその声優陣は結構豪華でキャラにかなり合ってた感じ。ジャーナリストのシーベルは風の谷のナウシカのクシャナ殿下や、機動戦士ガンダムシリーズのハマーンカーンで知られる榊原よし子さんで、強くて凛々しい指揮官的な女性が多い中、そういった要素は残しながらも普通の女性って新鮮さもあったし、強くてかっこいい素敵なお姉様って印象強いしな。66の標的となったフェリスは、桜大戦の主人公新宮寺桜で知られる横山千佐さんで、この作品がデビュー作だったみたい。幼さも残る可愛らしい声だったのぜ。ドクターマシューは様々な作品の個性的な役が多い名優長井一郎さん、名物キャラとかが多かったしな。マシューの同僚ドクタースレイドは忍たま乱太郎の学園長で知られる辻村正人さん、シーベルト行動を共にするリチャードは銀河英雄伝説のナイトハルトミュラーで知られる水島優さん、鉄壁ミュラーだぜ。アーサー少佐はナレーションや映画の吹き替えなどで有名な小川真嗣さん、部下のリコーはハリケーンポリマーの主人公鎧武士で知られる曽我部和幸さん、同じく部下のロジャーはナレーションや癖が強いキャラの声優で知られる若本範夫さんで、当時はまだ若手でもありそれほど濃い演技ではなかったけどいい味出してたね。今でも活躍されてるしな。高一点の部下中村はダーキペアの系で知られる頓宮京子さん、なかなか気さくな隊員パコはドラゴンボール Z の魔人ブーで知られる塩谷幸三さんなど、比較的当時若手だった人たちが多い印象だけど、かなりキャラに合った配役がされてた感あったね。可愛いキャラは可愛く渋いキャラは渋くってとこあったな。そしてこの作品は原作者の城尾正宗先生と、若手の実力派でもあった北久保博之さんが共同で監督をされてて、脚本と絵コンテは先生が担当され、もともとプロになる前の同人サークル時代にオムニバス調で作られた同名作品の、ブービートラップというストーリーを OVA の尺に合わせるようにアレンジし、もともとの設定は架空の古代近世文明とされてたとこを、近未来的な地球っぽい背景に変更し、内容やキャラなど一部変更しながら、シンプルでテンポがよく明確さのあるストーリーに再構成したみたい。さすが原作者の仕事ってとこあるな。
そのストーリーの中に66の強さを際立たせ、激しいアクションシーンや破壊や爆発などダイナミックな演出が加えられ、単調になりがちなストーリー部分外に、強いインパクトを与え引き込まれる演出が作られてる雰囲気。確かに動きの多さがあって見応えあったな。その絵コンテは宮崎駿監督の風の谷のナウシカのものを手本にしながら、かなり細かく的確なものを作り上げ、風の谷のナウシカと共に絵コンテ作成の参考書として評価されてるほど、すごいな。ただその世界観に厚みを持たせるため、拉致など社会問題ともなってた、南北朝鮮の対立って部分を取り入れたことにより、一部スタッフとの圧力を生んじゃったとこもあったみたい。デリケートな話でもあるしな。構成やキャラデザは北久保さんが行ってて、どちらかといえばスタッフとの折衝や、対外的なところは北久保さんがってのが強めな雰囲気。先生はあまり活動してなかったみたいなこと言ってたらしいしな。そしてその激しすぎる動きが印象的な絵コンテを忠実に落とし込んだのが、正統的なリアル系作画のトップランナーの一人とも言われ、おそらく現在の高い技術を持つアニメーターとして、真っ先くらいに名前が上がる一人とも言える沖浦博之さんで、いろんな名作の超絶シーンを担当されてるしな。作画監督としてその動きを実現させるべく、47分の尺の中で2万枚以上のセル画を使い、人型でありながら人間以上の可動域を持つ66のリアルな動きを表現し、そのアクションシーンを激しくダイナミックにヌルヌルと動く、超絶なものに仕上げられ、それは多いもんなのか？通常30分アニメで予算の問題も加味しながら3000枚前後って言われてるし、このくらいの枠なら4000から多くて5000枚ってとこだと思うけど、その4倍以上が使われてるってとこだね。多いなんてもんじゃないな。カットが多い分細かくスピーディーな動きが表現できリアルな描写が作られるけど、その分労力や予算が上がるよ。そりゃそうなのぜ。その膨大なセルで表現された絶妙な動きに、高い作画から大友監督に見出され、アキラの原画に参加することになり、それ以降自分で仕事を取ってくる機会が多くなったらしいよ。きっかけとなったとも言える作品だな。もちろんその作画を実現させるために集まった原画人もかなりの実力派揃いで、アニメ R からの参加が多くその黄金期とも言われてた時代でもあり、その代表で太陽の牙ダグラムや装甲騎兵ボトムズの作画監督や、数多くの作品に携わりその突出した表現の高さなどで多くのクリエイターに影響を与え、今では日本アニメーション界の重鎮とされる谷口守康さんを筆頭に、めちゃくちゃ大御所って雰囲気だな。角川最初の作品幻魔大戦ではキャラデザの候補に上がってたんだって、大友監督じゃなかった可能性もあったんだな。そのスターアニメーターとして知られる大阪博さんや木瀬和樹香さん、柳沢正秀さんや毛利和明さんなど参加してて、沖浦さんもその一人だったな。他にも後に戦隊もののキャラデザや監督としても知られる佐藤圭一さんや、タイガー&バニーの監督もしてたな。機動戦士ガンダムシリーズなどのロボやメカエフェクトなどで定評のある中森文さん、中村隆さんから影響を受け高い原画技術で多くのアニメーターに影響を与えた宇都宮悟さん、後にキルビルのアニメパートを担当することで知られる大平慎也さん、メカも描ける女性アニメーターとして知られた山本沙和子さん、うるせえ奴らの作画監督や絵コンテなど中心スタッフとして活躍し、一躍有名アニメーターとなり様々な作品で活躍される森山裕二さんなど、実力の高い人たちが集まり質の高い演出がうまく再現され、実力者が集まってるっぽいな。一本一本細かく少し変わった動きがつけられるワイヤー発射の描写や、狭いエレベーター内で繰り広げられるギリギリの逃亡劇など、密室の中で細かな動きを視点やアングルを変えながら、緊張感が伝わる動きになってたのが本当見どころだったし、あの密室であの動きは本当すごかったな。メカニック作画監督にもアニメ R に所属で、装甲騎兵ボトムズでメカ作画を担当し、群を抜く鮮烈な作画で他の話数を圧倒し高い評価を得て、メカ作画を主軸に様々なジャンルの作品に携わる吉田徹さんが担当され、銃器や武器に車両といった部分では細かくリアリティがあったし、独創的な航空機にその中から出てくる小型機の形状や動き、鳥を思わせる見た目に翼の部分が可動式になってるギミックがまたくすぐられたし、内部構造なんかも結構ゴツゴツしてて、見た目だけじゃなく内部もかっこよかったしね。航空機から兵士が降りてくるギミックも変わってたな。そしてやはりこの作品の根幹となったのは超性能で不気味さもある66の存在で、その戦闘能力の高さに機動性の高さ、森の中ではゲリラ戦のようにひっそりと忍び寄り潜伏中の兵士の背後を取り倒し、2体いる時は連携して動き陽動などもかけながら特殊部隊を翻弄し、運動性能の高さで高い跳躍力やその動きをさらにサポートする連携なんかもあり、軽やかに飛び回り縦横無尽に動き攻撃を繰り出す、作画の高さも相まってヌルヌルと動くそのアクションは大きな見せ場でもあったし、ほんと圧倒される動きだったな。
その機体の重さの表現として地面に落ちた時の音や、足元のぬかるみもあり、その反動で自身も倒れたり、飛び降りた先の車のその部分を激しく破壊し、さらに力の表現としてその車を軽々持ち上げ投げ飛ばす、パンチやキックの攻撃では相手の肉体を貫く描写が加えられてたし、すごいパワーだったのぜ。有能な特殊部隊が束になってもかなわないってとこを見せて、その強さを際立たせてたとこあったし、追い詰められてもただでは捕まらず、装甲板は2万発のライフルダーツの集合体で、それを一気に発射して周辺に致命的なダメージを与え、挙句毒ガスを散布して近づく相手にもダメージを与える恐ろしい性能が。その攻撃はヤバすぎるな。攻撃の時は激しくぬるぬる動くけど二足歩行のアンドロイドってとこで、時折ロボットっぽくカクカクなったり、攻撃中の動きでバランスが崩れそうな描写もまたリアルさがあったし、何よりその不気味さを演出したのが無表情でとことん追いかけてくる部分や、とにかく可動域が広く戦闘中に突然真後ろに振り返ったり、腕や足の関節がありえないところまで動きトリッキーな防御からの攻撃が繰り出されたりと、人間に似た見た目なのに、人間では考えられない動きをするっていう気持ちの悪さが挙げられるよ。広角機動隊だかイノセンスだかでそんなセリフ聞いた気がするな。それとともに都市部に入った時は、その見た目を生かして軍を欺くためマントをまとい人間に紛れたり、ワイヤーに囚われ電流で攻撃された際は、一旦機能停止したふり押して、油断ができた際に目覚めワイヤーを引き抜き行動するなど、高い機能に狡猾な行動など状況に合わせて恐るべき行動をするとこもあるよ。街中の方が行動が有利っぽいのぜ。ターミネーターと発表時期が近く世の中に強い影響を与えた作品だったこともあり、人型の殺人アンドロイドが標的を徹底的に追い詰める、そういった構図が非常に似てたとこもあり、和製ターミネーターとも言われた作品で、原作者の城尾正宗先生が監督として携わり、OVA という限られた尺の中アレンジを加え原作の世界観が表現されたとも言え、ターミネーター、プレデター、ブレードランナーって要素が見られたな。かなり細かく指定された絵コンテを再現させた高いレベルのアニメーターと、2万枚以上の膨大なセルによって描かれる高い作画に、テンポよく焦点を絞った流れるようなストーリーなど高い評価を得て、とても贅沢な作品とも言えるけど、膨大な作業量や北の工作員といったデリケートな話題を組み込んだことなどで、圧力を生むことになってしまい、先生自身の原作を忠実に再現した映像作品は打作にしかなり得ないという考えもあり、今のところ最初で最後の監督作品となってしまってて、評価も高かったし監督としても名を馳せた可能性もあったかもだし、残念な話でもあるね。確かに独特の世界観に高いこだわりのある先生ってとこあるしな。いやー、二足歩行の対人自動兵器マリオ6K6の不気味さや恐ろしさが際立った、見応えのある作品だったね。実際にあんなのがいたらどうあがいても一般人には太刀打ちできなそうだしな。作画の高さもさることながら銃器の細かさや、メカニックのかっこよさなどもあったし、キャラたちがまた渋さもあったり個性的でかっこよかったね。少佐はロマンスグレーな雰囲気もあって惚れそうになる逸材だったのぜ。博士たちはアップルシードにも絡ませてたとこもあり、シーベルがラストに着てた T シャツにもアップルシードと書かれてたし、ちょっとした遊び心も入り、原作の設定がそのままアップルシードのオリンポスに引き継がれたとこもあったみたい。へえ、そうなんだな。また城尾正宗先生が監督をする骨太な作品が作られればなーってちょっと思ったりもするよ。アニメ化されてる作品とはまた違ったテイストになりそうで面白そうなのぜ。いやー、アニメって本当にいいもんですねー。それじゃ皆様、さよなら、さよなら、さよならだぜ。